どうもプロのタクことアクニャンです。どうもミナヨタクことジーヨです。視聴者にアクニャンの偏見を聞いてみたい。イエーイ、いっぱいこれもねご質問いただいてね。ご質問ではないけどね。あ、ご質問じゃない。今流行ってるんだよ、あの偏見を聞くっていうやつが。当たってるのか当たってないのか、あーどうなのよってことね。ジーヨは多分一番詳しいと思うので。一番詳しいからニャンちゃんのことよく知ってくから、この辺を見ていきたいと思います。このチャンネルではチャンネル登録者10万人目指してますので、はい、あと1万5000人まさと、もうあなたが登録してくれれば10万人ということなので、ポチポチしてください。よろしくお願いしま す。それではエビバディゴーニャンチ。推しの悪口を言われたら、うん、悪口言った人殴ってそうなんかやっぱね、うん、強いオタクだと思われてる。なんか一言強そうってやつも聞こえる。強そうね。あ、でもね、どう、それはないよね、さすがにね。殴り、どうなの。あ、殴るは確かにないね。ないね、殴るはないね。でも殴りはしないけど、うん、なんかこういざこざとかがあった時に、うん、ガチでじゃあ今から殴り合い始めてくださいとわしが勝つかなと思って、ね、それで心を落ち着けて、よくねここでね、ちっちゃい子であんなのワンパンでどうにもなっちゃうからって言ってんのこいつ現場でワンパンすると怖くない。ワンパンしたら大丈夫だろうとかどんな時だよそれ。やめやね。他のファンを見て、自分が勝ってるところを探してそう。自分より下のファンを見て安心してそう。あー、どうですか。これはもう合ってますよ。合ってるね。海外公演行ってるその同担とか見て、めっちゃ暇じゃんって言うもう何かあったら暇攻撃。暇ね、めっちゃ暇だねー。大体それで解決するよね。そう、どんなオタクが来ても、うん、勝てるっていうのを見つけてって。何、例えば、この人よりはスタイルいい、私は大学を出ている、私は卒論を書いている、私の月収は万円っていう、もうこの4本柱でそこでも勝てる。あの、本人は言ってないよ、自分の中で。そうそうそう、自分の中でそう思ってるだけだからね。でもそういうね、あれ見つけた方がいいよ、うん、まあそれをオタクの中で見つけるのも重要なのかもしれない、うん、もしかしたら、うん、私はあの子よりお金使ってるとか、うん、通ってるとか、昔から知ってる、うん、そういうのもある方がいいのかもしれないけど、うん、私はもう私生活持ち込むから圧倒的優勝しようとするから本当にね、本当に負けず嫌いなの。負けず嫌い、ものすごい。これでも治った方ね、まだマシな方だよね。にんち。推しの食べたガムと飴ならガムを選びそうこの、あのね、どう、ちょっとね、潔癖が入ってるから、はいはいはい、たとえあの大好きな推しだっても飴とガムだっけ、うん、飴もガムもちょっと無理だと思う。え、じいよ、わし全部両方食べれる両、どっちも、もったいないからちょっともう半日ぐらいずっと口の中でそれはあのイメージ通り。あ、イメージ通りなんだ、やっぱそう。逆にわしはね、うん、意外といけるかも。いけんの。いける。もしも口に入れたらどうなる。なんか、嬉しいみたいな感じ。なん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 。わし結構もう、キュンってなって、もう何も言わなくなっちゃうタイプだから。この人ね、すぐ黙るの。何にも喋れなくなるの、本当に好きな人の前。そうなの。普段こんなガン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 なってるくせにね、推しのないやつ借りてきた猫みたいな。ネットで生きてる人だから。その分のあれがこっちの方に全部来るんで、推しの皆さん、おじにね、おじに、おじ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 じゃなくて、おじの方に来ちゃうので。え、でも、あの、一番多かった偏見は、ジーエのことこき使ってそうとか、ジーエのこと召使いだと思ってそうとか、ジーエのこと丸々だと思ってそうシリーズが、マジ8件ぐらい来てきてる。それ後でやるの？やんない。やんねえのかよ。結婚願望なさすぎて、40歳くらいになってめっちゃ焦ってする。あー。でも私結婚願望ない。ないよね。マジでな。ま、タレントだけどガンガン言う。そう、早く結婚したい。結婚したいとか、子供持つことが夢とか、そういうのでっけだもん。ね、全くないしね。な、結婚する気があったら、58のおじさんとすまないっしょ。こんなんさ、もう結婚遅れる理由第1位でしかないじゃん。ぴょーん。え、そうじゃない？続いて、はい、偏見です。はい。声でかい。声はね、マジさ、めっちゃ言われる。オタクの現場とかでさ、うん、悪口とか言ってる時さ、あ、悪ね、ほんと聞こえるからやめてって、もう今まで多分80回ぐらい言われてるもん。声が通っちゃう。通るの、通るの。ジーヤもそう。カラオケでも声がでかい。そう、でもマイク、これマジでさ、近くにいる鳥とか虫とか全員多分心配してくれたり、声でかいってなるよ。マジ、音量よりも通りやすいの。そうなの。線の風になってるぐらいで。私の推しについて1で話したら10で返ってきそう。なんか推しの話になった瞬間早口になりましたね。あー、それこの前も言ったね、中学の時とかもね。マジ自覚なくて、うん、あと喋り方がオタクっぽいですねとかも言われるんだけど。あー、それもある。なんかいっぱい伝えたいから自然と早口になっちゃうんだと思う。早く言わなくちゃ、早く言わなくちゃ、自然になっちゃってるんだと思う。言いたいことがあるんだよ。あんまり興味のない人の話はそうなんだで全部終わらせてそう。あのね、そうなんだじゃなくてね、もう何も言わない今これ、え、これ当たってるよねって言おうとしたけど、その上行ってた。そうなんだも言わないよあの、そうなんだも言わない。そうなんだも全く言いません。無言です。そうなんだ今言ったの。
カタカナのツとシを同じように書く人嫌いさ。あー、初めツとシよりもね、ソとンが似てる人嫌なの。ソと、あー、ソとンね、なんか全部ソじゃん、この人っていうのとか。老眼のせいもあって、もう汚くなっちゃうの、書いてるし。そしたらもう何書いてるのか分かんない。え、あれって老眼のせいなの？よく見えてないってこと？見えてはいる。嘘ついちゃった嘘ついちゃった持ったの分かんないから書き直してって言って書き直したんだけど、それでも読めないとか言われたことがあって、すごいショックで、トイレで泣きそうになってことあって。それも嘘。それも嘘。高校生のイケメンインフルエンサーめっちゃ探してそう。TikTok 流れてるこの子どんな子なんだろうってインスタに飛ぶと、はい、多分ね、ほぼほぼアクニャンがフォローしてますって言われるの。だからアクニャンの触手の広さすげーって言われてて。じゃあフォロワー1万人、まあ2000人、4000人でもいいですよ。そのぐらいの子をわしがフォローしてるのかるけど、結構200人とかのフォローしてるの。そうなの？顔が良けりゃ。リス顔の人は好きだけど、リスは嫌いそう。あ、これはもう大正解だよね。いや、私ね、なんかサイコパスと思われたくないから、本当あんま言いたくないんだけど、めちゃくちゃ動物苦手で、恐怖心があるの。怖いんよ、動物って。TikTok とかでさ、みんなさ、どんな動画流れてくるって言ったら、絶対動物とか、言うのみんな。で、ジーアンすごい流れてくるの。すごい、でも私、ほんとに私の TikTok って動物一回も見てもらえの。すぐ飛ばすから、来てる。じゃあ結構動物愛護ではあるんだけど、動物本体はそんなに。でもこれはしょうがないよね。でも人間の赤ちゃんは好き。だから雑誌の時に、犬派ですか猫派ですかって質問に、人間の赤ちゃんって聞いたら心配されたみたい。株式投資で稼いでそう。あー、めっちゃ優秀そうとか、毎朝コーヒー飲んで働いてそうとか、なんかそのビジネスマン的なとこもちゃんとなんか拾ってくれてるっぽい、見てる方は。仕事できそうに見えるしね。まあできるけどね。普通の人はもう数日間かかるのに、なんかね、数時間でやっちゃう。文がね、これ3時間でやったのっていう長さで、ただなんかいろんなのが入って、なんかこうグラフみたいなのが入っちゃったりとかして、これ普通できねえよなって。あー、確かに仕事早いからな。うん、そう。だから結構さ、こういうタイプだから、なんで脇目もそらず、それにも一直線でうわーっていっちゃうから、でもパソコンとかもなんかこうこのぐらいのレベル。これマジで分かれるから、ほんとみんなにも聞きたいんだけど、うん、初対面でもめっちゃフレンドリーな感じするけど、うん、よく言われるじゃん、アクニャンは怖くて話しかけられませんでしたもあるじゃん。ジエもそうだったんで、やっぱオーラがあってなんかでっかいし。あ、そっか、オーラのせいか。オーラなの、なんかね、話しづらいよ。なるほどね、オーラか話しづらい。だからジエの方に話しかけてくる人も結構いて、アクニャンって話しかけづらくなくないって言ってる友達もいるよね、うん、結局ね、だからね、話しちゃえば全然ビャーって話すんだけど、話そうとするそこまでがなんかこう話しづらい、ちょっと近寄りがたい感じ。私ずっと自分目つきが悪いからなのかな。目つきが悪いのもある。そうね。目つきが悪いオーラじゃないかー。